株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。今週は菊花賞。株式会社 AI が提供するデモ音声です。菊花賞の週に行われる京都芝 1800m の新馬戦は、2008年をきっかけに伝説のという形容詞がつくようになった。株式会社 AI によるデモ音声です。その理由は、1着アンライバルド、皐月賞1着、2着リーチザクラウン、日本ダービー2着、3着ブエナビスタ、阪神 JF1 着など、4着スリーロールス、菊花賞1着と、それぞれが GI で構想したこと。これはデモ音声です。5着だったエンシンビートロンは、ダートの交流重賞、サマーチャンピオンを制しており、掲示板に乗ったすべての馬が重賞勝ち。株式会社 AI が提供するデモ音声です。まさに伝説の新馬戦だった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。10月25日に行われた京都芝 1800m の新馬戦は、シャフリヤール、リットを藤原秀明厩舎が勝利。株式会社 AI によるデモ音声です。ご存知の通り、今年のダービー馬となった。株式会社 AI によるデモ音声です。今年は阪神競馬場での開催となるが、後に語り継がれるようなレースになるだろうか。株式会社 AI によるデモ音声です。10月23日と、東京芝 2000m、ジュンブロッサム、オス、父ワールドエース、母エンプレスティアラ、一等、友道康夫。